はい、セカンドチャンネルです。はい、髪を切りました。はい、しれっとしれっと髪を切りました。もしかしたら急にメインで髪を俺が切ってるかもしれない。動画は撮ってないですけどね。抜けちゃった。うん、抜けちゃっただいぶ特殊な抜け方をされますね私だとしたら、はい、ちょっとね何ですか。さっぱりしました。これが届きました。何ですかこれは。何ですか。私も分かりません。え、中身は何、どっから届いたの。事務所です。首じゃね。え、首の書類書類だとしたら結構分厚く入ってるよ今回契約解除の方分厚く入ってます。そういう書類じゃない。ちょっと悪いことしてるっすか。いや、してないよ。だいぶね、だいぶブーブーいいか。何もしてないよなんだおー、何これ。何、え、すげえ。何、嬉しい。何、めちゃくちゃワン。何、おぉ、ワンピース。なんかワンピースの何か。何、何かはわからないっす。何かわかんない。なんだこれ。せんべい。ほんと、なんて読むのこれ。麦わらの一味の二重、え、うん、に、20？ これ二重化せんべい。ん、二重化せんべい。ん、いやいやいや、俺が間違ってる可能性もあるからやめて。その分は、その分はやめてよ。二重化せんべい、なんだろうね、これは多分ね、うん、マネージャーさんからかな。あ、そう、麦わら一味大集結せんべいだって。へ、すごい。何これ、すごい。で、裏がこれ多分スタンピードのなんか、え、すげえ。これ20周年とかけてんじゃないの。そういうことか。あれ、これってさ、草加せんべい、あれなんだっけ、なんかあるよね、なんとかなんとか、うん、なんとかせんべいってあるよね。それで思いつくのが俺、草加せんべいぐらいしか思いつかないんだけどすごいなこれ。 どこのなんだね。ちょっとまあ開けてみる、うん、確かに。でもこれ見たことあるよね、これ。このね、なんかなんだか、なんだか忘れちゃったけど、ちょっとこれ開けようぜ。え、すげえこれ、すげえ。ありがとうございます、ありがとうございます。なんかね、お土産で送りますって福岡してたやつだ。福岡市製造者、福岡のせんべいな。なのかな。うん、すげえうめえのかな。すごいこれ。で、なんか入ってるって書いてるよ、ほら。何入ってるの。お土産、ここ、麦わらの一味、うん、サニー号のキャラクターせんべい、うん、全10種ランダム入り、うん、何、どういうこと。じゃ、ランダムで入ってんだ。開けまーす。バン、お、すげえ。あ、これルフィのあれがついてる。これ目につけるやつじゃない、これ。お面、お面、お面っていうの、なんて言っていいの。あ、でもお面だ。お、目がね、目のとこが開く。これ紐がないとダメだ。輪ゴムでいいんじゃないの、これ。輪ゴムつければいいんだよね、多分ね。うん、すげえ。あ、すげえ。で、これ全部目になってんだ、キャラの。すごいすごい、これ涙。あ、すげえ。ほんとだ。あ、これフランキー。ナミ置くね。ナミ2個もあるよ。ナミ、ナミ、ブルック。あ、サニー号もある。これサニーだ、多分。ランダムなの、これは。ねえ。あ、ナミがもう、ナミ3個もあるんだけど。10分の3、ナミなんだけど。フランキーも3もあるよ、ねえ。ルフィは、ブルック、ブルック、ブルック。3枚。え、待って。え、嘘、これ誰、これ誰、え、これ誰だ。これブルックか。これブルックだね。え、待って、そんなかぶる。え、ブルック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 、ナミ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 、ロビン1、うん、フランキー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 サニサニサニいやいや、ルフィゾロとか1枚もないちょっとどういうことこれ。めっちゃかぶってんじゃん。サニサニサニでしょ。サニサニサニ、そんなことある。嫌がらせじゃないですか、マネージャーさん。なみ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 、え、ちょっと待って、え、そんなことある、うん、あ、やっぱそうだ。フランキー、フランキー、フランキー、フランキーやば、ブルック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 、うわ、で、1枚だけロビン以上すげえ浮かんだけど、ランダムとはいえすげえ固まって、すげえ引きだな、これすげえ浮けんな、これうーん動画的にはめちゃくちゃありがたいけど、すげえ固まってんなウケんだけどな、最後ね。ちょっと食べてよ、うん、じゃあ俺ブルックいただきます。ブルックね、味違うのかな、やっぱ。いや、味は一緒でし
あ、にわかせんべいだって、にわか、あ、にわかせんべいって聞いたことあるわ。で、にわかだからじゃない、にわかって言うのね、にわか、ほら、ここ夢の中に書いてあった、にわかせんべい。にわかせんべいって確かに聞いたことあるわ。なるほど。あれでも俺ちょっと許可、なんも取ってない。別に君がにわかの特許持ってるわけじゃないから。あ、違うの。そう。別ににわかって君が生み出したワードだと思ってる。違う。違うんですよ。あるんですよ。あ、そうなの、あるの、あれ。元からあるんですよ、にわかっていう。あれ出しとこうかな、商標権の。出して無理よ。すごい。わ絶対うまいやつだ、これ。すごいのに。これうまいやつ。ね。サウトさん、じゃあフランキー、はい。いやいや、他誰か、いや、フランキーかーって何そのボソッといただきます。すごいなあ。これうまいやつが。でもすごいいいお土産ですね。うん、すごい、お前もひどい、人んちだからってお前ボロボロってんうまー、これ。あ、これめっちゃうまいやつだ。あれだ、あの、瓦せんべいみたいな。うん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 、なんていうんだよ、硬いやつ、硬めの。全然食わねえ。ちょっと後で食べます。なんでだよ。フランキーなんで。フランキーなんで後で食べますね。全然わかんないけど。あ、うまっ。まっかうまいわ、これ。いくらですかね、計算で。やめよ。お土産はやめよ。1200円ぐらい。やめよ。でも結構すごいな。800円ぐらいかな。結構すごいね、これね。中で相当良くないですか。うん、めちゃくちゃいい。うん、ちょっともう一個こう。俺何こうじゃ、これ。これうめえな。ランダムなのに。ねえ、ランダム入りって書いてあるのに偏りすげえけど。こんなに枚数あって。キャラ5キャラなのかな。ん ?5 キャラしか入ってないんじゃない。いやいやいや、じゃあ嘘じゃん、そんな。ランダム10キャラ入りって書いてあるの。こんな偏りますっていうぐらい偏ってる。ウケんな。同じキャラ4枚とか入ってんのに。でもそういうパックなのかな、逆に。入りとは入り、ゆえ。うんね、なんかちょっとこう同じキャラがこう数枚入ってるみたいな。ランダムって言っちゃったからね。うん、ね、言っちゃったからねってなった。4キャラっすか。うん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 、4じゃないでしょ。1、2、3、4、5。この4つになってるから。そうそうそう、分かるんだよ。5か。うん、ブルック並みフランキーが4枚ずつ、サニーが3のロビンが1。なぜ3人4にしない。ウケんね。なんか本当に偏りがあるランダム。なんだろうね。ウケんだけど。お土産いいな、ワンピお土産。まあ。めっちゃいいわ、これ。引いたワンピお土産買ってこなきゃいけないってやつやりましょう。トレジャーハントみたいに。やーば。ギフとかのも入れといて。えぐい。えぐい。見つけるまで帰れない。やば。見つけるまで帰ってこれないやつだ。うまっ。ジャンルは絞ってくるんじゃない、せんべいとか。あ、いいですね。うん、せんべいってでもあんま売ってないよね。これ珍しい気がする。うん、これナイス、ナイスコラボ、これ。でもこれ全国に売ってないのかな。大抵そのパッケージだけで、中はね、そんなに。ここまでちゃんとしてないよな。うん、めっちゃいいわ。知らなかった、これ。売ってるかもしんないか。どうなんだ、映画館に売ってんじゃない。売ってないんじゃないの。映画館ってだって食品のさ、お土産とかってあんま売ってなくない、映画館の。ポップコーンとか売ってんの、ポップコーン。あれお土産に入ってんだ、君の中で。いや、あのさ、グッズコーナーには。ホットドッグとか売ってんじゃん。いや、それは食品コーナーだから。だろ、グッズコーナーのこと言ってるでしょ、今。何、一緒だろ。いや、ちょっと買わなそうすんな、ケイさん。一世間。だから買わないのよ。ポップコーン、俺3回に1回ぐらい買っちゃう。なんで？美味しくない？あれ超美味しくない？なんであんな美味しいんだろうね、映画館のポップコーンって。わかんない。うん、買う？あのポテチみたいなやつじゃないですか、あのチュドス、チュトス。あー、なんかドンタコスみたいなやつでしょ。ドンタコスみたいな、あ、チップスみたいなね。そういうの買うんだ。うん、たまにですよ。まあ映画行かないですけどね。絶対買わん。1回も買っとったない。最後に買ったのいつ？記憶があるから。いや、ないよ、記憶ない。そもそも記憶がない。何時ぐらいに行くんですか。違う朝とか行ったら食べたくなんないですか。朝なんか絶対食わないでしょ。朝ポップコーン食うの。朝というか、でも夜に行かなくないですか。あ、夜に行くんですか、映画館。夜も適当ね、俺は。もう俺は適当。あ、本当？でも買わない。俺夜行くときは夜買うの、ポップコーン。まだ時によるけどね、ご飯食べた後。でも本当に買ったことないかも、記憶にないもん。
マジでないの。うん、ここ最近行くようになってからはまず確実に買ってない。最近いつ行ったんですか？スタンピード最後っすか？かな。その後あった映画。いやいや、映画をやってるよ、ずっと。何かしらを何かしらずっとやってる。天気の子はいつだ？天気の子先に見てる。先に見てる。先だ、うん、スタンピードの方があった。うんうんうん、そうそうそう、買ってないよ。マジか。うん、もう俺もスタンピードの時は買ってないな、集中したいから。買わないな、本当に。うん、なんとなくね。いや、なんで買うの？美味しいからに決まってるだろ。でもポップコーンは一緒だろ。いやいや、でも本当に映画館のポップコーンって本当うまいから。でも一緒だろ、味は。いや違う、何、劇場っていうか何、その、うん、系列、うん、例えば東宝さんなら東宝さん、うんうんうん、で、ワーナーさんなら、あ、今はイオンシネマか、うんうんうん、イオンシネマならイオンシネマさんで全然違うから。やっぱ東宝さんの、うん、キャラメルポップコーンがやっぱもう最強。うまいんだ。うまい。あと、もう普通に塩もうまいし。でもポップコーンだろ。なんだそのポップコーンに対するそのヒゲは。ディズニーのキャラメルポップコーンとどっちが美味しい？あ、いや多分俺豆腐の方がうまいと思う。あ、そう。うん、ディズニーのももちろん美味しいけど、そもそもポップコーン買わねえわ俺。ディズニーってポップコーン買わねえもん。そもそもじゃん、うん、そもそもじゃん。まだディズニーのポップコーン買わないの？一回もショットドッグで買ったけど、うん、確かにポップコーン買わねえわ。え、ディズニーでポップコーン買わないの？買わねえ。なんで？行かれてやがる。逆になんで買うの？うめえからだろ。なん、ポップコーンの売り場多くて腹立ちますよね。いやいや、買わないですね。腹立つことはない。全部ホットドッグ屋にしてくれよ。そうそうそう。いや、それはそれだ。それはそれで腹立つでしょ。またホットドッグ屋って大丈夫ですか？ポップコーンぐらいの軽いから、あんだけいっぱい展開してても多いのよ、ポップコーンが。またホットドッグ屋ですね。すごい甘い匂い、まあ甘い匂いはいいんだけど、まあ、ポップコーン。ホットドッグ屋さんってないじゃん。そんなに。いや、だからホットドッグ屋もないですよ。もない。確かに。だって夢の国でしょ、ホットドッグは。置いといてほしいじゃん、なんとなく。夢の国だから。あとチキンね。いろんな、いや、チキンはいいわ。うまい、あれうまい。だから全部チキンにしてほしいよ、もうポップコーン屋さんを。チキン思ったより少ないって思いますね。少ない、少ない、確かに。それはもう、そう、思ったより少ない、うん、確かに、うん、ある程度の場所しかないか、2個ぐらいしかないんですか？ないな、あんまない。だからあれをもっとこう配置してほしいのと、うんうん、やっぱりホットドッグ、はいはい、いや、こう、だからポップコーン屋さんをちょっと減らしてその配置にしてほしいなっていう希望です。ちょっと待って、じゃあディズニーの話、ディズニーのあれで撮っていい？まだ撮ってないですか？まだ撮ってないから。あ、じゃあ、じゃあそれはそう、俺ディズニー行ってきたから。じゃあそれはその時の話しますから。それは、ね、はい、まあ、それはそれでいいんですけど、はい、はい、まあね、じゃあ、 まあ今回はそんな感じですかね。いや、だからね、まあそういうことなんですよ。はい、そう。でもね、いや、うまいなこれ本当に。これ映画館のお土産なの？いや、違うでしょ。君が言い出しただけだから、それ自分から言い出して、それを信じ込み出したらやばい。どこ行ったんすか？あれ、そうなの？どこ行ったっけ？忘れちゃった。どこ、遠くだった気がするけど。どこへ旅行かなんか行ってきましたみたいな。でもそれこそ福岡って言ってたけど。うん、福岡が製造ってあるからね。でもまあ、どこでも買えるのかな、これね。全国展開したいのかな。でもこっちで俺見たことないよ。その麦わらストアさんとかでは。まあ、なかった？見てないと思う。映画館にあった。映画館にもなかったと思うよ。あ、そう。うん。うーん、だからやっぱその向こうのお土産なんじゃないこれ。うん。これすごいなぁ。すごい。あ、待って。ん？これ、博多弁だ多分。3年ぶりになる劇場版隊。あの小田大先生にまた監修馬いただいております、うん、今作、ん？今回は草、うん、今回は草、うん、世界中から海賊がバーッと集まる、うん、海賊万博が舞台隊、海賊王さんの残しんシャッター、うん、宝探しが万博の目玉と、うん、まあ宝箱巡って誰でんかんでんぼてくりこかし愛になろうばってん、いっちゃん最後に宝箱手にするんは誰やろね、こげな話やけ、チカッパ迫力のある映画館で見るのがおすすめばい。じゃあすげえ、これ読んで、これもう読めないけど。いや、早えな。読んでみてって言ってんのに読めないけど。どうじゃねえ。読めないけど、一回読んで、これすごく難しくない？ここまあまあから読んで。読めないけど。なんで読まねえんだよ。よ、チャレンジはしろよ、お前。チャレンジはしろよ。読めないんだけど。そういうことか。じゃあこれ向こうのあれなのかな。うん、多分やっぱそうだと思う。専用のやつ。うん。限定のやつか。ねえ。すごい。すごい。そう、ちょっと前にね、どこどこ行ってきましたって言ったら結構前だもんね。うん、そう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 。これ撮ってんのちょっと間空いちゃったから。うん。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。うん。素敵なお土産でした。うん、はい。はい。
じゃあ、そんな感じでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。おやっ、あじまい。